それでは冷やし中華始めましたの雨宮のドッキリをご覧ください。すごいですね。一気っぱなしですか。あれがびっくりですよこれ。怪しまれることなく雨宮を楽屋に入れ、衣装に着替え終わったところでパニックオーディションスタート。まずは触ってもいないドライヤーが突然つきます。怖っ。ちょっと。マジか。マジこれ。怖がれた。もっとびっくりする。怒っているのかビビっているのかこちらも意味はわからないので、意味わかんない。これで反応を見てみましょう。ご覧ください。こいつも怪しまれることなく楽屋に入れたところでパニックオーディションスタート。まずはこちらの椅子が倒れます。すごい。え？怖い怖い怖い。全部怖なってんだ。椅子が倒れただけなのにブツブツ独り言を言いながらおよそ5分間楽屋をうろうろした金成。ではもっとビビってもらいましょう。こちらの鏡の中からお化けが出てきます。この番組は P&G の提供でお送りします。
パニックフェイク。はぁ存じ上げてます終わりですか。終わりです。あ、そうですか。それではタレントオーラゼロの八嶋のドッキリをご覧ください。八嶋も楽屋に入れ一人にしたところでパニックオーディションスタート。まずはこちらの椅子が倒れます。怖い。突然倒れた椅子にかなりビビった八嶋は、ヤシ君怖いよ、ヤシ君怖いよ、気をつけてね。お、今、今ちょっとおねっぽい動きで椅子に近づき、とりあえず元に戻す。いないよねと独り言をつぶやく八嶋に、いることを教えてあげます。あれは誰でも怖いな。やばいって。どうしたんですかこれ。うわ、びっくりした。ラストなんだよね。そんな豪華な感じに。